はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビッシュです。では今回は This is a Police 102日目になりますね。続きをプレイしていきたいと思います。まずはブルーベルベットの腐ったクッキー、痙攣の原因となることが判明。全然意味わかんないですけど、ラジオ局への課税率上昇、野良犬サメより危険と研究で判明。まあサメはね、海に入らない限り遭遇しないですけど、野良犬は結構いますからね。といっても、野良犬ってもう最近全然見なくないですか？まあ場所によるんだとは思うんですけど、逆にね、僕バンコクとかでたまに野良犬見るんですけど、そっちの方がちょっと言い方悪いんですけど、小汚い犬が多くて怖いですね。では、今日も元気に出勤なんですが、アームストロングは車を工場に持ち込まないといけない。まあそれはしょうがないよね。有給取ってもらいましょう。飲みすぎてフラフラ、ケネディね。これ、二日酔いのまま出勤させると、まあ、サヌもそうですけど、事故を起こしたりするんで。プラド、娘の学校で火事、娘がひどいやけど、まあ、これは、しょうがないな。集中治療室に入ってるって話ですし。まあ、幸い、それなりに、警官の数、刑事の数、揃えてますからね。じゃあ、今日も元気に出勤していきましょう。小規模企業のデモということで、視聴者からの依頼かな。昨年は法の抜け穴を利用した非公認の事業活動や違法企業を相手に懸命に戦った。規則を厳格に詐欺まがいの行為をしている者に対しては、事業者の賃貸契約を制限、市に商品を持ち込むことも取り締まってきた。予想通り彼らは激怒、視聴者の取り囲んでデモを決行すると脅してきた。法を遵守するよう徹底的に押し込まなければならないということですね。最近だとね、転売ヤーとかね、そういうのもグレーな感じになってるっぽいですけど、チケットキャンプとかがね、なくなっちゃいましたとかっていうのがありましたけどね、つい最近では。でもか、まあそしたら、下から4人、プラス、スワットと、護送車も出そう。マーティン・ステッド、ジャック、市長が大企業に勤める友人のために違法な行動をとっていて、地域の小企業の経営を脅かして、脅かしているかな。市長の行動の多くは連邦法に反しており、警察が動けば君が全ての罪をかぶることになるだろう。いざという時に備えて隠蔽工作をしておいた方がいい。どうしようかな。メリッサ・スペインにとって不利な証拠、無作為に選んで警官に、不可逆的に株式を発行する予定だ。これは小企業が波状することで恩恵を受ける企業の株。この警官がでも弾圧の首謀者だと思われるに違いないか。クリストファー・ G ・サンドにとって不利な証拠、マフィアから金を受け取り、身元不明の人物を共謀して平和的なデモを妨害したということにできると、ちょうどいい人物を探している。武器を持って騒動を起こしたということにするんだ。どうやらマフィアは大企業内での勢力拡大を狙っている。もちろんその人物は後で始末しなければならないか。これメリッサ・スペインの方にしときますか。いや、クリストファー・ G ・サンドだな。こいつは後々失脚させたいんで。おっと、アームストロング、逃がしたか。今日休んでるからな。宝石売った金はシェアしましょう。これもシェアしましょう。爆発物売ってますからね。では、喧嘩騒ぎからですね。フリーバーグ小学校、学校のカフェテリアで喧嘩が起きたと校長から通報。ミゲル・マルキーニョスが、おい、デブキー。デブしか、デブキーじゃないですね。父はどこだと、ランチトレイを持って取り掛かったエマ・ハジッチに罵声を浴びせたため、エマは真っ赤になってミゲルに襲いかかったのだ。教師はこれを止めようとせず、当然の報いだとミゲルに言い放った。なんともな感じだな。警官のなりすまし事件。ジェザベル・エスカランテが公園を歩いていると、警察の制服を着た奇妙な男を見かけた。その男は人を怒鳴りつけながら歩き回っていたの。銃をちらつかせて脅していたわ。そして犬に駆け寄ると芝生の中を転がり始めた。完全に頭がおかしいと。皆がこが分かっているということですね。じゃあここはパワーズにゴディへ送りましょう。これで警官がいなくなっちゃったんで、早く戻ってきてもらわないと事件が裁けないですね。まさかまさか今のが誤報っていうのが一番怖いけど、神からの指令。
ちょっと待ちましょう。でも無理やり鎮圧しますか。まあ無理やり鎮圧は良くないよね。普通に鎮圧しましょう。普通に。警官なりすまし。男は警察に気づくと近づいてきて敬礼。制服は明らかにコスチューム店から購入した偽物だか、銃は本物のようだ。危険人物だな。警部、至急警察署に戻ってほしい。時間がない。直ちに武器を捨て、ひざまつくよう要求する。警部、銃を確認させてくださいっていうか、まあここは、警部、至急警察署に戻ってほしいっていうのにしますか。結局ね、こういうやからは、こういうノリに弱そうなんで。おお、ちゃんと逮捕してるね。よしよし。目論見通りですね。では早速警官には戻ってきてもらってだ。聖ヨハネ病院の方に人を派遣しましょう。ボイド所長、私は長い間家族計画センターの存在に目をつぶってきました。あそこは不死だらな女が堕胎をする場所です。幸運にもセンター長は自分たちの犯している罪を認め、神聖なる粉の準備に必要な材料を大量に寄付してくれました。ところが最近になりセンター長が変わってしまい、新しいセンター長は前任者の取り決めを遵守することを拒んでいます。幸いにも別の供給者が見つかり、製造に影響が出ることはありませんでしたが、あの成り上がりの医者にはキリスト教精神に沿った謙虚さというものを教えてやらなければなりません。あなたの部下は男のプライドをメスで傷つける方法をご存知ですよね。もちろん麻酔は必要ありません。うわー、怖いな。怖いけどここは神からの試練に従おう。爆破予告、フリーバーグ小学校の方ですね。じゃあこっちの方にも警官を派遣しましょう。もしもし、警察ですか。小学校に爆弾が仕掛けられているんです。怯えて通報してきた人物は甲高く聞き取りやすい声で話した。しかし障害が発生して通信が途切れてしまった。となんか怪しいな、これ。非常に怪しいけど、まあ警官は出しましょうか。おっと、視聴者か。無理だよ、いないもんだって。もうちょっと早く行ってほしかったな。大食いチャンピオンに警官派遣したかったけど。さあ、聖ヨハネ病院の今度はリハビリセンターにいる麻薬中毒者が高価な人工呼吸器を盗んでクローゼットに閉じこもった。看護師が理由を聞いても、その男は呼吸器をただ抱きしめて、これは自分のものだと言い放った。なるほど、ちょっとおかしなやつだな、麻薬中毒者だし。病院関係者が説得しようとすると、男がポケットからナイフを取り出し、関係者一人の肩を突き刺した。もう刺しちゃったんだ。神からの試練の方はどうなったかというと、42ドルがやる価値なかったな。だったらね、市長にしっかりがっつり媚びを売るために大食いチャンピオンに警官を派遣した方が100倍マシだったな。さあ今度はエブリデイショッピングセンターですね。大型のおもちゃ専門店で働く警備員から少年が万引きをしたと通報。ズボンの中に確かに何かを隠したんだが、何も見つからなかったんだ、このコソ泥。何も見つからないっていう時点で何も取ってないんじゃないの、実際にって思うけどな。スペインにはね、申し訳ないことしてますからね。スペインには積極的に働いてもらいましょう。いや違う違う、結局スペインじゃなくてクリストファー G サンドに罪をなすりつけるんだった。麻薬の密売ですね。匿名の人物から密告、今後ヘロインを積んだ大型船が港に到着するらしい。今晩ですね。貨物は厳重に警備されているが、関係者の情報によると運び屋たちはそう簡単に諦めるつもりはないようだということですね。じゃあここは大城に沼田、さらにスワットに護送車も出して壊滅させましょう、組織を。誤報だったか。まあポケット探しても何もないって話ですからね。デモが来たな。
ジャック、君は町のために尽くすと誓ったはずだ。その約束を守れない、言えてないですね。その約束を守れないなら、こちらの約束も守れないと思ってくれって。いやー、だって強制的に鎮圧する勇気なかったんだよな。これ、警官を解雇しなきゃいけない状態に追いやられる可能性があるな、また。バーのオーナーが客がバーテンに襲いかかったと通報してきた。その客は ID を提示せず未成年に見えたため、バーテンダーは酒を提供することを拒否。すると、その男は激怒。カウンターに飛び乗ってウイスキーのボトルを割ってしまった。そしてバーテンダーを刺すと脅迫している。まだ刺してはいないんだな。じゃあ、パワーズにゴーティへ行ってもらいましょう。で、麻薬の密売の方はどうなった？しっかり逮捕してるね。まあ、スワットチームも出してるし。ヘロインをマフィアに売却して金をせしめましょう。いやー、さっきデモを鎮圧しといた方が良かったのかな。バーカウンターにガラスの破片を手にした若い男がいる。警棒で男を殴る。おい、外に出ようぜ。車の中にウイスキーがあるんだ。ドリンクをオーダーする。まあ、これは一旦、おい、外に出ようぜって言ってみますか。お、しっかり対応してる。これでね、その、乗っかってくる犯人側も犯人側ですけどね。さあ、もうこのまま事件いらないぞ、今日は。このまま終わってくれ。ダメか。まだ来るね。不法集会。カジノの外に群衆が集まり、スローガンを口にしながらフリーバーグでのギャンブル禁止を訴えた。ギャンブルは病気。などと繰り返し言い続けている。一方でカジノは体育会系の若い男たちを集め、野蛮な群衆たちに対抗しようとしている。まあ確かにね、カジノってまあ賛否両論ありますよね。まあシンガポールとか遊びに行ったらね、一応カジノに行くには行くんですけどね、僕も。まあただ大金をつぎ込んだり入り身だったり、うわー死んだかウィーバーがっていうのはね、あんまりしないですね。前回っていうか、この前、あのタイとシンガポールで遊びに行って、シンガポールに行ったんですけど、その時もね、もうほんの30分ぐらいだけでしたね、カジノにいたのは。で、同伴した女の子もね、カジノそんな好きじゃないっていう感じだったんで、本当に30分ぐらい、ブラーっと回って終わりです。いやー、警官が一人死んだか。ウィーバーが死んだね。さらに警官ももしかしたら解雇しなきゃいけないかもしれないしな。やっぱり市長の言うことには従っておいた方がいいのかな。はい、というわけで、今回102日目プレイしました。いかがでしたでしょうか。次回はこの続き103日目プレイしたいと思います。おお、非政府機関が市内でコンドームを無料配布。ちょっと気になりますけどね。次回はじゃあ103日目プレイしたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。